はい、どうも皆さんこんにちは。今回はホアキン・フェニックス主演のジョーカーについて、役作りであったり撮影などの映画ジョーカーの制作の部分について見ていきたいと思います。今回のジョーカーはホアキン・フェニックスが演じていて、他のマーベルなどから出ている映画と比べると CG を使っている場面もかなり少ないですし、また小さい頃のブルース・ウェインが出てきただけでバットマンは登場していないため、特に大きな戦いなどは登場しませんでした。しかしアーサーがジョーカーとなって警察に追われる場面はいくつか登場していて、そのうちの一つに逃げている途中に車にはねられてしまう場面がありました。この場面は初めスタントマンを使っていると思っていましたが、撮影風景の映像を見てみると、この引かれる場面ではホアキン・フェニックス本人がやっているようです。もちろん車のスピードはかなり遅めですし、映画のように車の窓ガラスは割れてはいないようですが、ホアキン・フェニックスはこういった少し危険な演技もやっています。他のアクション映画であったりスーパーヒーロー映画などでは、その役者に似ているスタントマンを使って危険なアクション場面を撮影したりしますが、どうしてもスタントマンを使ってのアクション場面となると顔が見えていなかったり遠巻きの映像になることが多いと思うので、その点ではこのジョーカーのようになるべく本人が演じた方がよりいい映像が撮れるのではないかと思います。次はホアキン・フェニックスのジョーカーへの役作りです。ホアキン・フェニックス自体はこのジョーカーの劇中のように元から痩せていたわけではなくて、食事制限などを経てこのような体になっています。フェニックスは体重を絞るために栄養士をつけて、1日の摂取カロリーを500キロカロリーまで落としていました。500キロカロリーというと、成人女性の摂取カロリーよりもはるかに下ですし、だいたいおにぎり2、3個程度のカロリーしかありません。そういった食事を続けていった結果、フェニックスは最終的に23キロ痩せました。この1日500キロカロリー以下の食事というのは、肉体面だけではなくて精神的にも影響が出てきたようで、フェニックスは急激な体重の減少によって、心の健康状態もかなり悪くなってしまったそうです。おそらく1日500キロカロリーというと基本的にいつもお腹が空いている状態で、それだけでもイライラしてきてしまいますし、空腹によってよく眠れていなかった可能性もあります。彼はジョーカーの役を演じるためにこの食事制限だけではなくて、実際に精神患者が飲んでいる薬なども調べて、どういった効果や副作用があるのかも知った上で役作りをしていきました。次はホアキン・フェニックスと原作のジョーカーです。この映画ジョーカーは DC コミックスから出ているバットマンに登場するジョーカーに焦点を当てた映画ですが、フェニックス自身はこの自分が演じるジョーカーの登場するコミックを読むのを避けていたそうです。アベンジャーズの映画などに登場している役者の中には、自分が演じる原作のコミックをしっかり読んでから演技をするという人もいますが、今回のホアキン・フェニックス版のジョーカーの場合は正反対で、あえて原作のコミックのジョーカーのアイデアを頭に入れないことで自分なりのジョーカーを演じるという意図があったそうです。また彼だけではなくて、この映画の監督を務めたトッド・フィリップスも同じように原作のコミックのジョーカーを避けていました。こういったこともあってか、このジョーカーという映画はスーパーヒーロー映画としてではなくて、アーサー・フレックという一人の男がジョーカーになっていくまでの人間の内面により焦点を当てることができたのかもしれません。もちろんまるっきり原作コミックを無視しているというわけではありませんが、それでも原作と映画版のジョーカーではかなり違うものとなっていました。では次にホアキン・フェニックスとこれまでのジョーカーについてです。これまで映画でジョーカーはジャック・ニコルソンであったりヒース・レジャーなども演じてきましたが、ダークナイトでジョーカーを演じたヒース・レジャーがジョーカー役となった時は、映画が公開される前ファンの間でヒース・レジャーがジョーカーを演じることに不満の声もありました。しかしひとたび映画が公開されるとその意見というのが変わって、批判ではなくてヒース・レジャー版のジョーカーを称賛する声の方が多くなっていきました。一方今回ジョーカーを演じたホアキン・フェニックスの場合は、このような評価などは一切気にせずに、他の人が自分のジョーカーをどう思うと構わないと言っています。しかしだからといってジョーカー役のフェニックスが好き勝手できるというわけではなくて、もちろん監督であったり脚本家もいるので、そういった人たちの指示のもとに演技しなければなりません。フェニックスも監督と脚本家の意見は気にしていて、劇中でのジョーカーの笑い方についてはオーディションでも監督のトッド・フィリップスにだけにしか見せていなかったそうです。次は動画の初めにも少し話しましたが、フェニックスと役作りについてです。先ほど役作りのために実際の精神病患者が使っている薬なども調べていたと言いましたが、それに加えてフェニックスは精神病患者のビデオを見てどういった笑い方であったり行動をするのかというのを研究していました。これまでに映画に登場してきたヒース・レジャーであったりジャック・ニコルソンなどのジョーカーは参考にせずに、1928年に公開された映画笑う男を参考にしたそうです。今回は映画ジョーカーとホアキン・フェニックスを中心に話していきましたが、皆さんはこれらのことについてどう思いますか？ぜひ下のコメント欄に残していってください。チャンネル登録もお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。